こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は会員さんの売上報告いただいたんでね、その売上報告をシェアします。売上が1万5千ドルを突破しました。30日間で1万5961ドルで売れたのが1135個と、非常に売上伸びてます。で、この会員さんね、もう本当に売上伸びたのは最近です。ちょぼちょぼね、まあ、1月、2月、3月、4月まではもうこのね、非常に低空飛行。これ200個売ったってとこですからね。100個も売ってなかったぐらい。ただ、こっから急増して、で、まあね、ロックダウンで、オーストラリア売れてるんですよって言ったら、まあじゃあ、やってみましょうかって形で重い腰を上げてね、今までアメリカだけだったのが。で、オーストラリアやったら、もうあれよあれよという間に、7月以降、急増中で、9月現在、1万5千ドルと。で、ホリデーシーズン、あと3ヶ月ありますんでね。まあ、これはホリデーシーズン、おそらく、まあ、もしかしたら、今ね、9月までで5万ドルという、売り上げですけど、まあ、多分、ホリデーシーズン1ヶ月で5万ドル行くんじゃないかなと。この感触だとね、行くんじゃないかなという予想です。まあ、この会社は実はアメリカアマゾンの時も売り上げ急増してね、まあ多分それと同じような感じになると思うんで、やっぱりオーストラリア、ね、財布でかいし、商品をコツコツ入れてれば、やっぱ売れるんだなというのがね、実感できる報告でした。まあ、会社も、他の会社もね、まあ商品はどんどん送って、国内どうかなとかね、オーストラリア発送方法がね、減ってとかっていうのをね、迷ってる場合じゃなくて、今本当にホリデーシーズンに向けてオーストラリア売れます。ね。もう何しろオーストラリア人買い物大好きだしね、今ネットで買う人本当すごい増えてるし、アマゾンの知名度ももう急に、浸透して、でもう急遽パースとね、ブリスベンの、配送センターもできてという形なんでね、まあ、本当に今が、稼ぎ時なんで。オーストラリアアマゾン、空いた時間はアマゾン輸出につぎ込むという形でね、取り組んでいただければと思います。また疑問点や感想や報告、ご質問お待ちしてます。アマゾン輸出サポーター、堀秀夫でした。